中 2R7 600m2 日芝線600 2歳未勝利出走12頭西野ルアノーバ、オス、コガ、チチリオンディーズがデビュー2戦目で勝ち上がった。勝ち時計1分33秒8。道中は中段の前目で足をため、最後の直線では逃げる一番人気猪木を首ささし切った。祖母は10年中山牝馬エスカチュウマの西のブルームーンで、 同年のビクトリアマイルではブエナビスタの3着に入っている。長野騎手は、初戦は緩さがあり、右に張る面があったが、一度使われて良くなった。いいリズムで走れたのが良い,い結果につながったと振り返った。管理する小菓氏は、コンディションは良かったので十分やれると思っていた。馬群で競馬をできたので今後の距離はいろいろな可能性が出てきたとコメントした。